どうも、柴田です。結果から言うと、今日、久々に、本当久々にパチスロ打ちに行って、会社辞める、もう何ヶ月も前からずっと辞めてて、今までずっと打ってなかったんですけど、今日久々に、なんかちょっと、打ちに行っちゃって、結果から言うと、アラザーゴッドハーデスで6万4000負けました。ちょっと今笑ったやつは、最後の話聞いてくれ。僕先日の興行で、まあ本当に皆さんのおかげなんですけども、浮いたんすよ。黒字になったんすよ。でも、その黒字全部溶かしました。何やってんだか分かんないです、自分で。もう打たないって決めて、会社辞めて、YouTube で食ってくっつって、で、パチスロ打ったらもう最悪じゃないですか。働いてないでパチスロ打ってるやつって。打たないって決めたのに、なんか打ちに行っちゃって、はぁですね。6万4000円。もう興行、興行はやってよかったけど、興行やってよかったけど、少なくとも金は、もう全部ぶっ飛びました。今日も打ってる時本当に悲しくて、なんか本当にコット打ちながら、いや本当涙こぼれてきたんですよ。本当コットこぼれ、コット打ってる時に、本当涙こぼれてきて、もう何やってんだろうって思って、もうなんでここにいるんだろうって思って、ちょっともうなんかもう途中からよくわかんなくなってきて、昨日の同人誌を紹介した動画で、僕ピョコタンと裏の契約を交わしてて、新しい T シャツをデザインしてもらうことになったんですよ、ピョコタンに。僕の縛った T シャツの新しい T シャツの柄をピョコタンにデザインしてもらうことになったんで、新しい T シャツ作るんで、皆さん買ってください。お願いします、お願いします。皆さん、柄はここに寄せてくれて、事前に予約受けたまわります。そんないっぱい多分すらないと思うんで、在庫抱えない感じいくんで、予約受け付けます。ほんと皆さん T シャツ買ってください。何やってんだ俺、もう最悪だ、もう終わります。